目覚めの時ね。花の奇跡をここに。フィオレ・フェリチータ。ついにアメス様が実装されたプリコね。ハージもあるよ。ということで今回はアメス様を紹介していきます。視聴者アニキたちはアメス様は無事にゲットできたかな。私の言葉がまた届くようになったら、その時は私の考えるここが可愛いわよコッコロから百選をたっぷり聞かせてあげる。おっちょこちょいのあんたには私が必要でしょ。てっきりエクストラ枠で来ると思ってました。最初に会った時はまさか二人ともこんなことになるとはみじんも思ってなかった。いろいろあったけどこれからもあんたの力になってあげる。感謝しなさいよ先生。こんなとこに呼び出すなんて何の用かしら。私に手伝ってほしいことがある。はあ、しょうがないわね。やってあげるわよ。君とつながる物語ボロン。実はね、私がいなくたってあんたにはたくさんの仲間がいるし、今までやってきたことを続けたらいいんじゃないかって思ってたわ。でも違うわよね。フィオだった頃の私にはどれだけ願ったってできないことがたくさんあった。戦ってるあんたたちを私が助けてあげられたらって何度も思った。今ではもうクラバトでお世話になりまくってます。やっとそれができるようになったのよね。見てなさい、今度こそあんたを支え切ってみせるわ。あんたのバッドエンドはもうゴリゴリだもの。相変わらずあんたと一緒だと本当に飽きないわ。何があってもあんたは変わらないのね。変ね、なんだか勝手に懐かしくなっちゃったわ。年取ってくると急に懐かしむこと多くなるよね。お父さんから何か趣味を見つけてみてはって言われたんだけど、あんたは参考にならないか。え、ゲームで遊ぶ。そうね、試しにやってみましょう。対象年齢3歳のタイマミンゴウで遊ぼう。ねえ、魔物以外に美味しい食べ物ってないかしら。ああ、それとアキラのクレープも除外して。あちこち食べ歩いてるなら私にもおすすめを教えなさい。クレープに罪はない。ダルルを世界からの修正を受けなくなって塔の外であんたと会えるようになった。いつかとは願ってたけどこんな日が来るなんてね。あんたの頑張りをずっと見てることしかできなくて歯がゆかったわ。でもそれももう終わったのよね。なんだかまだ夢を見てるような気分なの。はい、お疲れ様。今アメス様が見てたものは夢みたいなものなの。自分じゃまだ信じきれないのかもね。これが真実なんだって私に教えてくれる？私をこの世界の一員にしてみせなさい。さて、お次はアメス様のプロフィール紹介です。年齢不明、身長は150センチ、体重不明、誕生日不明、血液型不明、所属不明、趣味不明、種族不明、CV は愛坂優香さんが担当しています。ちょっと待って、不明ばっかりじゃん。わからん、本当に何なのだ。生い立ちや経緯、ネタバレもありますし仕方ないのでは。クソ、それなら代わりに3サイズぐらい公表しろや。おらん、キャラストで制服で騎士くんとイチャイチャするの好き。感謝してよね、こんなサービスめったにしないんだから。本作の物語の鍵を握る重要人物の一人であり、記憶を失った騎士くんにコッコロさんを派遣したのもアメス様です。プリコネがここまで人気になったのもアメス様が11歳のコッコロタンを送り込んでバブらせてくれたおかげなんだよな。コッコロタン、愛おしいわ。そしてアメス様の正体は前作プリンセスコネクトで仲間だった NPC のガイド妖精フィオさんです。今明かされる衝撃の真実。細かい部分は省略しますが、ハヒトミ皇帝から騎士くんたちを守るために消滅したフィオさん。前作エンドではフィオさんも復活してハッピーエンドで終わりましたが、今作ではエリス様がやらかしてしまったので世界が再構築されてしまい、アメスとして管理システム権限等を付与され再起動されてしまいます。まるで夜勤残業上がりの帰宅中に職場から問題が起きたから戻ってきてと連絡を受けた時の僕みたいだ。チェルーン、お疲
れ子ちゃんです。ソルの塔から出てしまうと世界の修正を受けてしまうために夢を通じて騎士くんをサポートしていました。夢じゃないわよ、夢だけど。メディアちゃんの実装もワンチャンあるかな。エクストラ枠もそろそろ追加されそうだし、誰が来るか予想してみよう。さて、お次はボイスを聞いてみましょう。飛べるようにもなったし、あんたに会いに来てやったわ。嬉しい？もっと喜んでいいわよ。親方、空から女の子が。なくしたはずの羽、大事にするわ。これであんたのピンチに駆けつけてあげるから。助けてアメイモン。あんたも私もいろいろあったけど、過去よりも今よりも未来を、私たちでより良くしましょう。結婚しよう。私が願う、行きたいところにあんたを連れてってあげられる。一緒に来てくれるわよね。アメス様と付き合いたい。ほら、私を連れて行きなさい。またあんたのそばにいてあげるわ。今度こそ最後の最後までね。やはりアメス様がメインヒロイン。私がしっかりサポートさせていただきます。主様、よろしければ一緒に泳ぎの練習をしましょう。どんな困難が行く先を阻もうとも、私はこの手で明日を掴んでみせます。私の決意を見ていてくださいまし。アメス様感じたっぷ。変身するところも見とうございますね。私に続いて掛け声をどうぞ。せーの、宴の始まりだ、ナンバーサーバロン。なんだこのおばさん。ということで、アメス様のコッコロタンパワーが限界に達したので宴のお時間です。アメス様の戦闘モーションを見てみましょう。アメス様は公式の紹介文で、光栄で新たな姿で騎士の冒険を支える妖精。ダメージカットや防御力アップ、向こうバリアで味方を守り、バリアを起点とする攻撃力と TP の支援で攻勢に転ずると紹介されています。アメス様はスキル、トーレ、スプレデンテで、バリアが付与されている味方に、物理と魔法攻撃バフ、さらに TP 回復をすることができます。スキル、ルーチェ、グラティア、デハ、HP バック、味方1キャラの HP を中回復と、物理と魔法ダメージカットを付与。ユニオンバースト、リオネ、エリチータ、デハ、味方全体の物理防御力と魔法防御力をバイアップさせ、継続 HP 回復状態を付与し、物理と魔法無効バリアを全開できます。説明聞いてるだけで強いのがわかる。クラバトでもめちゃめちゃお世話になりました。さすがコッコロさん。あ、そうだ、怪我してない？熱出てない？お腹空いてない？アメス様もご無事で何より。あの、私のお世話はほどほどで良いので。さて、最後にアメス様のストーリーを見てみよう。じゃじゃーん、どうかしら、似合ってる？なんかいけないプレイしてる感じでめっちゃいい。なんとか言いなさいよ。あんたのいた世界だと私みたいな体の人間はいないから、変に思うでしょうけど。嘘、かわいい。あら、そう？お世辞でも嬉しいわ。最後にあんたが座ってた席はそこよね。で、今のあんたはよく覚えてないか。ここであんたは仲間と過ごしてた。あんたって時々学校でもアストルも遊んでたのよ。教室でダイブするのはまずいですよ。ずいぶんと驚いたわ。昔は私、でっかいあんたの周りを飛び回ってたわね。こうしてあんたから話を聞かされるだけだった場所を一緒に歩けるようになった。それがこの体になってよかったって思える数少ないことの一つよ。散々な目にあったって思うこともあったわ。でもこうしてあんたと平和に過ごせるようになったし、私も諦めないでよかったわ。ここまで長かったもんね。アストルムでも？そういえば私とあんたって、私が世界の修正を受けなくなってからしばらく経ったのに、アストルムで出かけたこと全然なかったわね。まあ、その前にそれはもういろいろとあったから出かけるタイミングも全然なかったんだけど。やはり海でビキニアメス様実装でしょ。今日のテストも気分転換にはなったけど、これとは違った趣を味わえそう。あんたのお誘い受けてあげる。どこに連れて行ってくれるのかしら。楽しみだわ。ちゃんとコースを考えておきなさい。まず魔法少女になりノワール化します。当たり前でしょ、誘ったのはあんたなんだから。きちんと私を楽しませること、分かった？あんた私を失望させないでよね。
それであんたいつが空いてるの？どうせあんたのことだから女の子との約束がたくさん入ってるんでしょ？ぶっ殺します。スケジュールは私が決めてあげるわ。そこはあんたより詳しい自信あるし。岸くんのスケジュールはガチで人材レベルなんだよな。へえ、デートかよ。遅い。待ち合わせ場所は塔の下って決めたはずよね。時間はとっくに過ぎてるし、何やってるのよ。卑怯者兄貴たちは待ち合わせはちゃんと守ってるかな。遅い。フィオだった頃より待つのは苦手じゃなくなったけど、限度ってものがあるわ。どうせあいつのことだから何かしらのトラブルに自分から飛び込んでるんでしょうけど。ごめん、デートには行けません。今シンガポールにいます。遅れてすみません。何でもします。あんたやっと来たのね。私をこんなに待たせるなんて大した男ね。あんたはほらちゃんと受け止めなさい。親方、空から女の子が。本当にやるとは思わなかった。そうね、まあまあってところかしら。遅れてきたのは今ので許してあげる。ジョロカは分かってるわよ。あんたのことだし、どうせそんなことだろうと思ってたわ。ほらさっさと私を連れて行きなさい。どこまでもついてってあげるから、今度こそね。待ち続けてようやく仲間になったアメス様、感慨深い。よかったのう。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいママがいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち。会いたかったわよ、コッコロタン。あー、もうちっこくてラブリー。あと今回のサムネは PKPKPPK さんにお借りしました。ありがとナス。では、サラダバー、動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。チェルパポピ、チェピルパチェロパチェルリレロ。さあ、ご一緒に。さん、はい。